お前のペットリングだ。そうだ、このエオスではペットリングがお前の ID 代わりになる。どうだ、少しは答えたか。ミメアにはすでにペアリングパートナーが決まっていた。なのにお前が何もかも台無しにしてくれたとラウールが噛みついてきた。お前たちペットには相手を選ぶ権利などない。だからはっきりと言ってやるのだな。興味があったのはメスの体だけ。メスと交尾できるのなら相手は別にミメアでなくても構わなかった。そうだな、これでお前も火遊びは懲りただろう。かわいそうにな。私の顔に泥を塗りたいがためもてあそばれただけだと知ればさすがに傷つくだろう。何が違う、一回が百回でも同じことだ。お前がミメアを抱いた、それだけで十分だ。行かせてやるさ、何度でも。ミメアを抱いたことをたっぷり後悔するまでな。前代未聞のスキャンダルだ。鉄壁を誇るエオスのセキュリティにも思わぬほころびがあったとはな。たかがペットが独立型の端末機を使ってハッキングなどできるわけないだろう。それならこんな行き当たりばったりではなく、もっと用意周到な計画を練って実行するはずだ。そのくらいには使える頭はあるのでな。それはこれから調べる。手は抜くなよ。私はそこまで甘くない。エオス統括責任者としての苦言ならばいかようにも受け入れるつもりだが、肝に銘じておこう。確信犯の顔だったな、あれは。ペットとファニチャー、同じケージで飼われている者同士、傷を舐め合ったわけではなかろうに。それだけのためにブロンディのファニチャーという実績を投げ捨ててしまえるとはな。結局あれもスラムの雑種だったということか。エゴか。この事実を知れば力は嘆くだろう。自分のために涙は流さなくても、断罪されたダリルのために慟哭するだろう。そしてその死をもってダリルという存在を永遠に記憶に留めることになる。そんなことは許せんな。お前のそういうさっきだった顔つきは随分と久しぶりだな、リキ。セキュリティガードと派手にやり合って忘れかけていたスラムの雑種の血が騒いだか。覚悟はできているというわけか。殊勝なことだ。では少し痛い目を見てもらおうか。思い出したか、リキ。ペットリングがお前の肉を噛んでいる限りどこにも逃げ場はない。なのになぜこんなバカな真似をする。大きな口を叩くものだ。この後に及んでやけになっての暴言三昧か。痛みだけではない。リングはもっと別の味も教えてくれただろう。違うか、リキ。ここをいじってやるだけでお前は随分と聞き分けが良くなる。もう減らず口も叩けまい。その手の媚薬も何も必要ない。私が触れただけでこれだけ淫らな熱を持つ体のどこがペットではないと言い張るのだ。お前の飼い主は誰だ。強情者め。
そうだ、あのゲートを越えればスラムだ。ラウールのラボで生体実験のマウスにされた方が良かったか。帰るがいい。お前の生まれたスラム。いや、けじめだけはきっちりとつけてもらうぞ。ファニチャーを断罪しただけでは足りない。そういうことだ。行け、私の気が変わらないうちに。戻るがいい、リキ。一年だけの自由をお前にやろう。スラムに戻って、お前はすでに異邦人なのだと、その目で、その体で確かめてこい。私は待っていよう、その時を。お前が真に私のものになって、この手の中に戻ってくる、その時をな。9分で584の案件を処理できた。データの解析スピードとしてはまあまあというところか。時間にして大した差がなければブレインギアを装着するよりもこちらの方が脳への負荷は少なくて済む。いつキーラーから戻った？昨日だ。相変わらず多忙なようだな。お前ほどではない。そういえば今度のペットオークションにはお前が交配した新種のプロトタイプがミダスデビューすると聞いたが、オープンプライスも桁違いになりそうだな。オスでもメスでも好きな方を一体どうだ。そろそろ新しいペットを飼うべきだろう。あれからもう半年。いや、まだ半年か。そうだな。お前ご自慢のプロトタイプを見物してみるのもいいかもしれない。同じことを二度言わせる。お前は私のペットだ。本物なんてめったに拝めるもんじゃねえ。お呼びでしょうか。いや、そうではなく、お前の手駒としてだ。使い勝手よく適当に餌付けしておけ。余計な詮索はしないか。相変わらずよくできたことだな。
さて、どうする？思いがけない開口だったな。まあ、少しばかり予定が繰り上がっただけのことだが。そういう真似はあまり感心できんな。遊びならやめるんだな。ああいう真似は気をつけろ。二度目はないぞ。おい、待てよ。なんで見逃してくれんだよ。ただの気まぐれだ。狙った的が外れた時にはこんな風に男を垂らし込んで稼ぐのか。あいにくだが、わざわざスラムの雑誌に手をつけるほど私は水郷ではない。欲しくもない口止め料をこんな風に押し付けられるのは不本意。いや、迷惑千万だ。特にあんたみたいないけすかない奴にはいいんだぜ。尻尾巻いて逃げ出してもどうせ誰も見てねえしな。気に食わない相手に下手な借りを作るくらいなら体で払う。そう言うんだな。それがスラムの流儀ならそれもよかろう。忘れるなよ。好きなようにと言ったのはお前だ。手を貸してやろうか。そっか、人に借りを作るのは大嫌いだったな。奇遇だな。こんなところでまたお前に会えるとはな。ここでいくら凄んで見せても状況は変わらない。そうだろう、リキ。どう過ぎた好奇心は身を滅ぼすとかつては教えてくれなかったのか。イアソン・ミンクだ。